皆さんこんにちは、もみじです。今回は、俺強えをテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。王国の最終兵器、劣等生として騎士学院へ、です。それでは中身を見てみましょう。地下に続く怪しげな階段を発見し、少年が訪れたのは、廃墟となった教会のような薄気味悪い空間でした。そこにいたのは、見た目が非常に残念な男。資料オーグノムと呼ばれたこの男は、驚異的な視力で少年が上位騎士の証である優勝を持っていないことを看破すると、自分が、騎士の最高峰である金竜将持ちを殺したことがあると自慢し始めます。過去の栄光を自慢するとか、ダッサい男です。ともあれ、最高位の騎士ですら歯が立たない相手ということは分かったのでお礼は言っておきましょう。少年は、そんなミスター試金石の言葉に耳を貸すこともなく、問答無用で切りかかりますが、グノムはあっさりとこの攻撃をかわすと、見開きでアンデッドドラゴンを召喚し、己の力を見せつけます。しかし少年は、襲いかかるアンデッドドラゴンに三段ぶち抜きで構えを取ると、お返しとばかりに高速剣撃を見開きで披露し、アンデッドドラゴンを文字通り瞬殺します。これにはついでに切られた金竜将持ちより強いグノムも、何が起きたのかわからず、こんな男がこのアディア王国にいるなど、ここ100年聞いてないぞ、とさらに情報を追加してくれます。そして、体を真っ二つにされてもなお仕事を続けるけなげなグノムさんが、少年に何者かと問いかけると、少年は、自分には名がなく、ただ、アイン、と呼ばれていることを明かします。もちろん本作品の主人公です。すると、情報通のグノムさんは突然表情を険しくしながら、目の前の少年が、教会の暗部が禁忌を犯して作り上げ、その存在を隠された4人の騎士、源流騎士の一人であると驚愕の声を上げると、見返りのない兵器としてのアインの人生が空虚なものだと、哀れむような言葉をかけ、彼がこの先、人としての喜びを知らぬまま死んでいくと予言しながら、とどめを刺され生き絶えるのでした。この深度で20ページを超えていることに驚きを禁じ得ませんが、グノムさんのおかげで色々と判明しました。安らかにお眠りください。こうして、与えられた任務を滞りなく遂行したアインでしたが、グノムの最後の言葉が頭から離れません。これまでは、任務に必要のないものは不要と教えられ、それを疑問にすら感じたことはありませんでしたが、自分には人としてあるべきものがない。そう、生まれて初めて、不安、という感情に苛まれたアインは、この先、自分がどうすればよいのかわからなくなってしまいます。さて、そんな葛藤を抱えたまま生徒全員に戻ったアインですが、任務の完了をネギア枢機卿に報告すると、ネギアはその姿をおっさんから美しい女性に変え、アインにねぎらいの言葉をかけます。彼女は20以上もの名前と姿を使い分け、100年単位で王族と教会を陰から支配する希代の魔女であり、教会孤児だったアインら4人を、禁忌の魔術で源流騎士に作り変えた張本人だったのです。そんな彼女が、浮かない表情のアインにその理由を尋ねると、アインは学院に通ってみたいと言い出します。随分急ですね。どうやら、グノムの指摘に思い悩みながら生徒まで戻る道すがら、学院で過ごす自分と同世代の少年たちを見て、羨ましいと感じたようです。しかしその希望を口にしたところで、平気である自分の願いなど叶うはずもないと考えるアインでしたが、意外にもネギアはアインの言葉に興味を示し、これから3年間、ただの教会孤児のアインとして学院に通うよう命じます。とはいえ、王国の裏の人間であるアインを目立たせるわけにはいかないと、試験の結果を問わず、彼を一番下のクラスに配属させるよう、手を回すことになりました。本人が優秀なら上位クラスの方が目立たないような気もしますが、まあ最強主人公が底辺クラスにいた方が、うっかり俺やっちゃうには都合が良いのでしょう。こうして一通りの指示を終えたネギアは、彼女が作った最高傑作を送り出すのでした。第1号が最高傑作ですか。つまりまぐれってことですね。それから数日後、測ったように入学試験当日を迎えたここ、王立霊団的士学院では、恒例の、アホ貴族による平民いびりイベントが開催されていました。学院入学の資格がないと脅される平民少女でしたが、
彼女には推薦状もあり、祖母の期待を背負ってやってきた以上、試験を受けずに帰るわけにはいかないと当然の主張をします。うん、彼女が正しいですね。しかしアホは聞く耳も立ず、取り巻きに少女の腕を売るよう命じ、クズキャラとしての地位を確固たるものとします。そこに涼しげな表情で割って入ったのが、もちろん我らがアインさんです。アインの登場にアホは、自分がカマーセン子爵の子息、カンデラであると。自己紹介も甚だしい仮名で自己紹介し、自分を子息と呼ぶ額のなさを露呈します。そんな役満級のバカ、カンデラは、アインが平民とわかると彼に標的を移します。しかし、自分のせいでアインが巻き込まれたことに心を痛めた少女は、自分が帰るから見逃してほしいと頼みますが、カンデラは、内容はどうあれ平民が自分に意見することが気に入らず切れ散らかします。話が進まないのでちょっとうざくなってきましたね。するとカンデラは、学院が平民を受け入れると言ってるのはただの建前で、騎士を育てるこの学院が、騎士になるべく鍛錬を積んできた自分たちのためにあるのだと言い聞かせます。そうそう、君の役目は情報提供ですよ。しかしアインは、それを判断するための試験であり、方針に不満があるなら学院にとど正論で反論しますが、カンデラは、言葉が通じないならと実力行使に出ることにします。いや、普通に言いまかされてますけど。そして、カンデラは、魔順と呼ばれるマナによる身体強化を自分に施すと、体重を軽くするマギ、ケイマ、を使い、高速の移動術を披露します。ケイマ、特殊な三マス移動でしょうか。その初動を見たアインは、どうやってかそれが自分の背後を突くためのものであると見切ると、5マス、じゃなくて5歩ほど下がり、すっかり背後を取った気になっているカンデラを不思議そうに眺めます。どうやらカンデラはケイマの細かい制御ができていないようで、さらには動体視力も追いついていないため、移動したアインに気づかないままどやっていた模様です。そんなことを冷静に指摘されたカンデラは赤っ恥。さらにアインは天然の追い打ちで、貴族の弱点であるプライドをズタズタにします。そして、怒りに任せて切りかかるカンデラの攻撃をことも投げにかわし、マナ切れを狙って攻撃を続けるカンデラに、自分はマギもマジュンも一切使っていないと、ダメ押しの言葉責めをしますが、それでも諦めずに公爵家の秘儀を繰り出すカンデラを、見開きで吹っ飛ばして今度こそ終了です。その後、ルルリアと名乗る少女にお礼を言われ、さらに友達になってほしいと頼まれたアインは、学院生活における最大の目標を達成してしまったことに感激の涙を流すのでした。あ、おめでとうございます。こうして、アインがこれからの学院生活に向けた一歩を踏み出したところで第1話終了です。近畿の魔術で源流騎士に作り変えられ、最強の兵士として任務を遂行するだけだった主人公が、空虚な人生を変えるため、目立たぬよう正体を隠して名門騎士学院の底辺クラスに入学し、念願の学生生活を送る物語です。テンプレキャラがテンプレ世界でテンプレ行動を取り続けるテンプレオレツエイ作品ですね。この作品でしか得られないものが何一つ見つからないので、押せる部分がありません。その分、魔力、ではなく、マナ、スキル、ではなく、魔順、ケイマ、といった名称のみで独自性を出そうとしているのが滑稽にさえ感じます。アピールするのはそこじゃないだろと。最強主人公が正体を隠して学園に入学するといったメインどころの設定も、他作品でまるっと同じものが私が知るだけでもいくつかありますし、それ以外の要素も、他作品で見た設定や展開がてんこ盛りです。その後の展開に触れてみますと、入学試験は当然、定番の的当てが採用されています。騎士学院ですが、まあ的こそゴーレムになってますけど、やってることは主人公スゲーへのお膳立てです。そして、平民差別をこじらせた教師を模擬戦で圧倒し、めでたく予定通り底辺クラスに入学します。底辺クラスは、上位クラスが見下して自尊心を満たすための生贄とされ、寮などの設備が冷遇されており、競争意識を植え付けるためクラスの入れ替えルールが存在するという、これまた元ネタ探しクイズのような設定に苦笑いです。まあテンプレまみれでも、読者を引き込むほどの世界観を作れていればまだ読めるのですが、それができていないところも問題の一つですね。
例えば作品のメイン舞台となる騎士学院。そもそもこの世界における騎士がどんな存在なのか不明なことを脇に置いておいたとしても、騎士の輩出を目的とした教育機関に見えません。建前を無視した平民差別が横行し、超一流の名門校と謳いながら、入学直後から劣等生が存在する上に、効果的とは思えないクラス単位の下克上制度。もうね、どう見ても騎士を育成するのではなく、主人公を活躍させるための場所にしか見えないんですよ。そして展開も、起こった問題に主人公が対処するのではなく、主人公に解決させるために問題を発生させました、という匂いを消す努力すら見えませんからね。まあ作品世界に共感してください、と言われても難しいですよね。一巻を読み終えた時点では、どうやらこの先クラスメイトの深掘りから始まり、上位クラスを食っていく下克上者になりそうな雰囲気を醸し出していますが、現時点で作品の面白さにつながるような魅力がキャラにも設定にもないので、相当頑張らないと、この先読み続けるのはきついと思われます。最後に作画についてですが、キャラクターの絵は結構上手に描けていると思います。ドラゴンの作画も迫力ありましたしね。ただまあ、アクションでボロが出ちゃうタイプでしょうか。立ち絵は良くても、動きが伴うと途端に絵がブサイクになってしまいますし、誰がどうやってどう動いたのか、理解するのに時間と想像力と妥協が必要なのが少々残念でした。まとめますと、特にひねりのないご都合テンプレオレツエー作品です。あれ、思ったより短くまとまってしまいました。まあそんな感じの作品ですが、正直一巻時点では評価を決定づけられるほど話が進んでいないので、コミカライズされるほどの魅力がこの先にあると信じて時間を待ちましょう。さて、オレツエーをテーマにした漫画の紹介いかがでしたか？赤面するカンデラはちょっと可愛かったな、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。